アントニオ・サンテリアアントニオ・サンテリアは、イタリアの建築家。詩人マリネッティラの芸術運動、未来派に参加した。新都市高層ビルアンコモ出身。ミラノで建築を学ぶ。1913から14年、マリオ・キアットーネと共に、未来都市のイメージを描いた、新都市を制作。1914年に展覧会で発表した。同年、未来派に参加し。 未来派建築宣言を表した。間もなく第一次世界大戦に従軍し、28歳で死去。新都市はイタリア未来派建築を代表する作品である。高層住宅、立体道路、駅舎、発電所、滑走路などで構成される、機械時代の未来都市を鮮烈なイメージで描いている。イタリア未来派はマニフェストを掲げた前衛的な、 近代建築運動の先駆けとなった。また、ベーレンスやグロピュースらが切り開いた近代建築の新しい様式に未来派が私的なものを与えたと評される。サンテリアが新都市展覧会のカタログの序文で述べた思想にマリネッティラが過失し未来派建築宣言とした。未来派の建築は計算と大胆な万有と素朴との建築である。木や 石や漆喰を廃止、鉄筋コンクリートと鋼鉄とガラスとよりなり、極めて軽くかつ弾性に富んだものでなければならない。格のごとき、未来派の建築は、実用的と、合理的との無味乾燥な結合でない代わりに、美術的な総合的な、そうして意味の深淵なものたるべきであるペブスナー、小野次郎役、モダンデザインの厳選 P198、阿部キミ役、 世界建築宣言文集 P35。五藤慶西以降 P110。書質は建築2 0号、ティズダルタ未来派 P204。日本建築学会近代建築史図集 P39。ありがとうございます。